はい、こんばんは、山城と申します。ホームキック手帳さん2024。今日はね、マックスバリューさんをね、聞いていこうというわけでございますね。マックスバリュー東海さん、ね、去年のデータ関連は確保していこうかなというところなんですけど、まあ、去年ね、データをまず見てから、ちょっと今年どうなってるのかなと見てこともやって、ちなみに、表紙はこんな感じで、ドンと、一種類、海鮮の豪華なやつ、ドーンと載せてありますね。水産で売ってくる気満々な感じがね、見えてきますけど、そのあたりね、ワックスバリューさん、ちょっといろいろとね、ちょっとここはね、独特のこともあったりするんで、ちょっと解説していこうと思います。では、まず去年のデータから見ていきましょうか。去年のデータです。確かね、マックスバリューさんって確かカタログがゲットできなかったんですよ、去年。で、ちょうどなくて、いじってもなくて。で、確かホームページのデータからあさったんだと思うんですけど、ちょっとなんかね、結構データが今回変わったんですよね。で、贅沢太巻きっていうのが、フラグシップになって、4298円のフラグシップになって、ドーンと出ましたね。で、さらに、マグロ太巻き。これもやはりマックスバリュー東海さん、もともとが、母体がヤオハンなので、ヤオさん、なので、静岡母体ということで、やはりこの清水のマグロ。相当こだわってきてますな、ということでございまして、入ってきてましたね、というのでございました。で、あとはスラッとあるんですけど、見てもらってわかるんですけど、恵方巻きって書いてあるやつが、一応ここにあるんですけど、小腹海鮮恵方巻きっていう、どっちかというと、海鮮のモデルな感じのやつで、ある恵方巻きって、名前が入ってるやつのこれなんですけども、これも完全な海鮮ものだったんで、いわゆる一般的な恵方巻きと比べるにしたら、ちょっとね、一気に値段が上がっちゃうんで、あれだな、ということで。前回は何だったっけ？でも前回はもうこれでやるしかなかったのか。確かこれので、あつてやってましたよね。っていうところなんですけど、今回ね、この値がね、結構ね、いろいろと入れ替わっておりやす。パッと見てみると、ドンとこんな、パッと見てみると、こんな感じってことで、なんて言ったらいいんでしょう。わかりますかね。まず、あからさまに、増えてますよね。なんか増えてますよね。もしかしたら、前回もカタログの方には書いてあったのかもしれない。なんかね、セットとかね、しかなかったんですよね。インターネットカタログの方に。で、いうので、この11品目したんですけど、今回なんと、ずらーっとなんと26品目もありますよ、ということなので、ちょっとね、見栄えがあるよっていう形でございました。で、今回は、この中でね、一番、いわゆる、恵方巻きのやつに近いやつということで、どれだったっけな、角をつける菜の花太巻き。で、これが、ごぼう、おぼろ、ちいたけ、人参、玉焼き、かんぴょうとかね、菜の花が入ってるのって特徴的だったんですけど、他のところはね、一般的な、方巻きの、品目が、入っている形だったんで、これをね、7品目ですね。まあ、私服っていう形なんで、これで言っときましょうかということになりましたよということでございます。で、早速ね、見ていこうというところなんですけど、大きく変わってるのはまずこれなんですよ。フラグシップのやつですね。12種類の具材の入った贅沢太巻き、これがドンと来てるんですよ。まあ、当然写真のね、やつで言うと、これですよね。写真の王子にドーンと出とった、そいつなんですけど、これがですね、12種類入っているっていう形で、キュウリ、まあ、キュウリはですね、鶴川産桜エビに、愛知県産大葉に、三重県産ブリ、北海道産イクラ、伊豆天城産の茎わくさび、水揚げマグロ、これも静岡県産、で、焼津産カツオだしの塩の卵だしに、イカに、富士山サーモンに、これは、釜揚げ釜揚げしらすに、さらにエビという12品目入ると、ザ・豪華な感じのやつが3218円になってます。これ、おっとなったんですよね。というのはね、これ、去年のデータで、と比較してみると、去年はね、4298円だったんですよ。ですから、1000円以上。1080円。ご派手に値下げをしてきましたよ、ということでございます。これはちょっとびっくりしましたね。今のご時世になかなか値上げなしの中で、ここまで団体な値下げは相当ですよね、ということで。何が変わったのかなと見てみると、大きくは変わってないんですよね。で、見てみると、品目が一つ減ってるんですよね。何が減ってるかっていうとね、これちょっとね、もうずらーっとなって、横長がすごすぎるんで、わかりにくいと思う。でも先に答えを言ってしまうと、三重県産の、タイが、前は入っていたのが、タイが、なくなりました。多分、今の、
で、さすがに4200円ということだったんで、さすがに確定手持ち高すぎたかなということだったんでしょうかね。今回は3218円ということなので、1000円近く抑えてくるような形になってきました。大きさ的にはね、7.5 センチ、7.5 センチの18ということはね、そうなんですけどね、極太巻きですよね、7.5 センチですからね。まあ、むちゃくちゃ食べ応えがあるんで、全然これで、十分満足得られるでしょうということでございましたね。ただ、という見立てだと思います。ということで、最大218.4円。で、さらにハーフがあります。これで9センチってことですね。まあ、7.5 センチあるんでね、9センチより相当食べ応えだと思いますよ。という形です。で、あとは、贅沢材料、マクロストロ。この際からそんなに変わってないのかな、2138。あ、でもこれも変わってる。2138円から2100円ということで、ね、めちゃめちゃ変わってるんですけど、これ、何が変わってるんだろうっていうところですよ。あれ静岡県三崎マグロ使用っていうのがなくなりましたよね。ってことなんですけど、今ってみるとちゃんと静岡県の三崎マグロ使ってるんですよ。だからね、どこで落としてんだろう、どこで落としてるんだろうと思ったら、4品目でしょ ?4 品目、マグロだけ呼ばれ、マグロだけ。これがね、わかんねえんだ。でもね、なんかね、ベランボーに、安くなってるんですか？なんか2138円だったら見間違いかなと思ったんですけど、いやー、めっちゃ安いな、これみたいなんで、合ってるみたいなんで、で、ハーフも1080円という形でございましたということで、かなりリーズナブルな感じに仕上げてきているのかなと。ハイエンドモデルのやつですかね。すごいですね。本マグロの中等とか使ってて、これ、なのすごいですね、ということでございますね。これはなんだろうな。この、静岡県水揚げマグロっていうのが、マグロの品質のところかな、なんかバチか何かに書いてるのかな、いかがかね。バチはさすがに、バチ、かなっていうことなのか、前はプロを使っとったところをそれにしたりとかしてるのかもしれません。これも全国とはいえね、ちゃんと静岡県産のね、安心安心のやつになってますよということでございますね。で、さらに、ここがね、新、ニューフェイスですね。はみ出し太巻きシリーズと書いてました。で、これも、もう全部ね、静岡県自慢の、静岡県自慢の、あと三重県自慢のとかだけね、静岡県自慢の、っていうのは、愛知県何もないのからって言うわけじゃないんです。愛知県だっていろいろ海産物取れるところがあるんですけど、マックスバリューがその、あれですね、もともとそのマックスバリュー東海、今のマックスバリュー東海がヤファーのその静岡に母店に行ってましたよって言ってましたけど、実はその前に、名古屋進出で争っとったところが、マックスバリューチューブっていうところがあって、そのマックスバリューチューブはまさか拠点にあったんですよ。なんで、その時の流れでしょうね。マックスバリューチューブ、まさかの、フレックスっていうところとか、あ、これさ、フレックスあると、すぐの店だったっけ、あたりがぐちゃっとまとまって、ギュッてなった。で、イオングループに入ってたっていう形だったんで、まさかの地盤だったんで、まさか牛の、売買権も持ってたんですよね。っていうのがあって強くて、そういうような強みとかも活かしてですね、伊勢さんのやつを売るんだよ。で、わーっと構成をかけたマックスバリューチューブと、東海から来てね、静岡の方から来ればって減ってきたところが、結果的にマックスバリュー東海が買収をするという形で、天下統一、東海地方のマックスバリューの天下統一が行われたと。ちなみにここに実はイオンリテールの、マックスバリューが絡んだりだとか、あと何だったっけ、マックスバリュー名古屋、マックスバリュー中京とかって、いろんななんか名前のマックスバリューがいろんな会社が同じ看板でやってたんです。すごくチラシが複雑だったというね、ことがあったりしたんですけど、そんなことは置いといて、そんなことたちもあるんで、実は民間さんのそういったノウハウを持ってるか、ところと、くっついたんで、三軒さんね、もう、やつも稽古使うのが増えてるとか、そういうことですね。で、逆に言うと、その東海で、それだけ広いエリアのところでうちやってますよっていう、ところのアピールにもなりますから、そういった意味でも、これだけ藤沢さんと、三軒さんブリオとか、あと、清水港の水揚げの南マグロとか、南か、あ、でも、マグロだったらね、で、南ってなんで、いや、これ、遠洋漁業ってことかな。南マグロってのは基本的に確か赤道から南側の方ですよね。あっちの方で取れるマグロだったはずなんで、あ、すいません、間違っちゃった、ごめんなさい。もしかしたら、いや、国会流域の方とかで、もしかしたら、黒潮の流れの方まで行けばあるよとかね、あるのかもしれませんけど、確か私の知ってる地域だと、北が、黒マグロ、いわゆる本マグロですね。で、南が南マグロっていうのがトップみたいなに、北の横綱、南の横綱みたいな感じのイメージだったはずだったんですけど、もともとオーストラリアの漁港とかで上がってたような
ような、なんか記憶があったんですけど、ちょっとすいません。間違ってるかもしれません。このあたりは。ですが、まあ、南マグロっていう形で入ってきます。まあ、でも、南マグロ十分美味しいですからね。はい、そうです。いいですよ、ということで、うちでございますよ、ということでございます。で、あとは、人気のハーフ太巻き3種セットが入っておきます。これが、ハロツゲ7花太巻き、サウロサーモン太巻き、太巻きということで、それの詳細は下にあるという形になるんですね。で、ハロツゲ7花太巻き、これがいわゆる一番ベーシックな気になってくるのかなということで、861円という形でございますね。これはでもね、ちゃんと55の太さがありの18センチの、ハーフは9という形で、はみ出しはこれは多分その18のつまきからはみ出しする分を4センチ足してるんでしょうねという形でございます。2はみ出しという形だと思います。という形でこんな風になってますよという形でございます。ちなみにはみ出し太巻きは品目の、表記はなぜかなかったのここだけ、一応多分品目ってことなんだろうなという形にしてあります、断定ですね、という形でございまして、こんな感じで入ってみて菜の花太巻きが入ったところにも菜の花の形合いにごぼうのおぼろ、椎茸、にんにんにんかんぴょうという形なんで、まあ、ほぼ、あれですね、あと一緒ですね、一般的な人と一緒の具材になってますよ、とって。菜の花入れることによって多分、あれでしょうね、きゅうり、きゅうり入ったって、きゅうりもあるよな。あ、じゃあ、きゅうりがなくて、菜の花に書いてある。多分、きゅうりの、見つけが出るよりも、菜の花の、からし合いの方のが、全体のバランス合うよねってことで菜の花にしてるんで、一応、恵方巻きはならないようにしてるっていうことなのかな、ということでございます。一応、これを暫定、恵方巻き、取り扱いという形で、ほうまきの価格調査企画のところで使うと思います。ご了承、ご了承ください。で、さらに海鮮太巻きが入ってきます。1058.4 円で、サーモン、イカ、車エビ、シャンクコップもしくは車エビ入ってます。カリフェリー、カマボコ、マグロとか、キーフロム、キュウリという形でございます。キュウリでしっかりと、エビとキュウリ相性いいですかね、ということですね。で、ハーフもありますよ、ということで、これが537円。さらに、マグロサーモンの太巻きも入ってきます。うん。これはでもね、結構ね、バラエティよくね、入ってますね。マグロサーモン太巻きも入っていて、これ861.4。で、さらに、北海道産クリームチーズに入ったサラダ太巻きと、サラダ太巻きもね、北海道産クリームチーズを入れてきてるって感じで、1058円で、すいません、1004円で来てます。58のタイプで、入りと1の、形になってますけど、ダウンとってまして、6、品目、アイテム数は16、入ってますよ。北海道産クリームチーズに、サロットナップルとキャベツとかレタスで仕上げがあるみたいですね。なるほどね。ちょっとこれはおしゃれな感じでいいですね。全国でございます。さらに炭火焼き牛カルビ太巻き。これはね、確かに去年とね、ちょっと品目の名前が変わってる。去年は確か、なんだっけ、セットメニューにポロッと入ってたやつだった。これね、炭火焼き風味の、牛肉中巻きということで、炭火焼き風味だったんで、実際の炭火焼きではなかったような形だったんですけど、今回はちゃんと炭火焼きにしましたよってことなんですよね。炭火焼き牛カルビ太巻き定価で単品のメニューに入ってきました。1058.4円、55.98サイズですね。で、さらにこれ13で、牛カルビカラム焼きレタスというやつになってます。これのハーフもありまして、537円で設定がしてあります。基本的にこのあたりは、一般的には1058が、いわゆる一般サイズのやつで、ハーフサイズのやつが537.84円というような価格設定で、そういうと測ってきているのかなというのがあったり、こんな世界も見えるかなというところでございますですね。この辺も、ここは、はみ出しともって1706.4円で揃えたりとか、意外とこうなったり価格帯はしっかりと、分かりやすいような感じでしているのかなというところだったんですけど、極み太巻きから変わってきます。これはまたちょっと別のコラボのやつになってきますもんね。寿司吉武さんの監修のやつでございますね。ということで、これが入ってきます。これが極みが、実は1490円ということなんで、実はそんなにベランボに高いわけじゃないんですよね。1490.4 円という形で、これが 5.5、多分これはその、具材がでかいのを詰め込む兼ね合いで、この 5.5 になるということなんでしょうね。ちょっと一つ大きい。多分、工程が変わるのかもね、使うスマキもちょっと変わってくるのかなってところだったりするんですけど、18で、18で、8品目、ニアガの小タンピョウ、カステラ風卵にキュウリ、おぼろ、漬けカスのコツを言っていくらにエビという形なんで、ここはいわゆる今日商品の共通化を他のところのね、卵焼きとか使ってるところと、共通化するんじゃなくて、やはりこれはこれで、独自の、多分、供給網を持ってやるという形になるんじゃないかなと思います。同じような形で、小福海鮮恵方巻きっていう形で入ってます。これが恵方巻きっていう名前が入ってるんですけど、完全な海鮮巻きの方に入ってるんで、これを恵方巻きの、その算定基準の方に、
はしないようにしようという感じでございましたね。1944円という価格帯になっておって、同じ 5.5 点。多分ここら辺が同じ同一工程の方で作ってみる方というのではないかなということでございますね。で、ヘチメクワラエビ、小腹が入ってきてる感じですね。醤油漬け、イクラ、煮やがらのサーモン漬け、カツノコ、マグロのたたき、かんぴょう、きゅうり、卵焼き、甘酢ピョウガマ入ってますよという感じで、かなり本格的なやつになってますね。ということでございます。で、さらに本マグロの、食べ比べのハーフの中巻きセットが、これ、最後の裏の方にも、バーッと入ってきますという形でございます。バラエティがさっくりまた当たって、ペットメニューってですね、ラートな飾ってあるって、これも単品も入ってるっていうのはね、かなりバラエティに、飛んだ感じの形になかったんですね。まず本マグロの食べ比べセット。これもね、もう食べ比べオンリーでやってますね。中巻きの3本。本マグロ赤身中巻きに、本マグロ中長中巻きに、本マグロ入りネギ長中巻きなんです。これが去年が、この辺りのメニューが、食べ比べ、人気ハーフ男子セット、本マグロ食べ比べハーフ収録セットがなんかね、2品目ってなってるんですか。これはまさにつまり、こっちのデータの入力ミスだったのかな。値段一緒ですから、1,700.4 で一緒ですから、さすがに1品目増やして、同じ価格かなり難しいと思う。たーって私はこっちの去年3日から起きてました。申し訳ありません。そういう形で3品目、ドンと入って1,706円ということでございます。ということでございますね。で、さらに、節分中巻き3セット入ってますよという形で、これが、例えば、中風味、牛肉中巻きとか入っていくという形でございます。1,508円さらに、国産しめ鯖の、おぼろ昆布太巻きという形で、今回3品ネットなんですけど、単品がさらに1,058円とか続きますよという形です。これ、おぼろ昆布で、外巻きにしてあるやつやってですね、普通のノイじゃなくてね、次は先のやつです。そういったやつなのが、どんと入ってます。48円で入ってくると、おぼろごろに、とうがん、仕上がりにですね、あれに味付けも入ってます。サンプルシイタケはもうまとめて味付けっていう形になってますね。で、まさかうちのシグレに太巻きが入ってますよ。という形で、まさかうちのシグレに、おぼろとか、これもまさかうちってあたりがね、地元にこだわりがあるなという形でございますね。まさかうちでね、自動この値段に抑えれるっていうのは、これはね、もともとその流通網を持っているっていうのはすごく強みなんだと思います。ですが、その、シグレリンにするやつって言うと、その、一般的に、まあ、同じ英語同級の牛さんでも、いろんな部位が当然取れるわけですよ。その中でね、いわゆる当該とかをできるところだったら、高級なところはね、いい値段でね、もちろん出せます。全く欲しいですから。もう出せますから。名古屋の市場にドンと出せますからね、と、マックスバリ東海さんだった。っていう形で出せますし、神奈川とかにも店舗持ってますからね、サーマスが打つですよ、どうですかと思ってすることができますよ。で、そんな中、当該でやってると、当然ね、他の、お肉も出てくる、いわゆるシグネニとかに使うお肉って言うと、そのロースみたいな、すっげえだけザ・マッサラカ肉の刺しが入ってるっていうところではないんですけど、そういうところのやつを、バーターって言ったら良くないのかもしれませんけど、使うようにすることによって、この価格でね、まさか牛、食べれるように、定価できるっていうのは、これはやはり当該、そう、ま、そうよね、まだマックスバリュー東海さん持ってますよね。当該、多分権利持ってるはずなんで。あるんですよ。競り市やってると、よく朝日屋さんがね、すっごい高いのをね、落としてね、さすが朝日屋っていうので、有名なんですよ。実はその競りのところの、その競りの免許持ってるところが、以上もともねってところは、スーパー、三種さんとかも持ってたっけな。三種さんは確かに仙台牛の方で持ってるはずだから、持ってなかったかな。とかなんですけど、いわゆるその競りが、で、いけるんで、当然、まさか牛を設定買って、当該することができるんですよ。地元のこの精肉屋さん、この時に三重県の精肉屋さんオンリーなのかな、っていう形なんですけど、そういった感じで、認可されているところなんで、そういったようなこともできるのかな。という形で、チレッと入れてくることができるようなものですね。で、さらに豚もひれかすると、まあ、まとまってくるのかもね。そう。まあ、ちなみに今のすいません。もしかしたら、東海さんになって、マックスバリュー中部社が消滅したり、それあたりわかりませんとか、いや、全然、他のこととかでも、一回ユニーが買うみたいな話があったこともあったような気がするんで、ユニが100周年のとかになんか、それで、すごく価格競争が起こってみたいな話が聞いたこともあるんで、噂ですけどね。
さすがにまだその頃は私も全然まだ学生時代の話だったんで、あれですけど、ふたぼじれ活動が入りますよという形で、まさかしいろいろ変わりますね。で、あとはふたまふたまきも入りますよと。これが看病、カリフェムたまごと、で、たまご焼ききゅうりっていう形で、これもあれかなと思ったんですけど、一応ほとんど卵巻きのあれになってくるんで、こうやロースとかサーテンとかも入ったら4品目なんで、これはちょっとこう巻きの該当にするにはあれかなってことで、あっちの方に行きましたよという形で、なんと26品目ドンと入りましたということで、総合データを見てみましょう。ドンっていう形でございました。はい。おかつ、言うてたパス高いですね。ちゃんと3218円ということで。前回は、ちょっと、で、飛び抜け、確かね、前回どこだったっけ？アピタだったっけな？どっか、アピタかピアゴあたりが、すっげえ高い設定だったんですよね。それを除くと、マックスブラインも相当高い設定だったんですけど、そこで行くと、今回はちょっと、1000円ぐらいね、ダウンサイジング、するような、サイジングはダウンサイジングはしてないか、ダウンプライシング、ね、するような感じで釣っていましたよという形でございまして、恵方巻き価格はですね、861円ということなんで、ちょっと、方角、価格っていくつになってくるのかなというところで。で、ローエンド537円で抑えてくるってあたりが、これ V ドラグとこのあたりとかとハーフのところで、あ、設定のところは、しっかりと見えてくるなという、やはりマーケティングしっかりとやってきてるなっていうのがわかりますよね。で、アイテム数やはりこれ圧倒的ですね、26。これもセントラル、マックスバリューダイレクトセントラルもただ工場力入ってるので、多分それで、このアイテム数もできるのかもしれませんね。で、3。セット販売さん。で、10センチ未満はハーフも8用意してあって、18センチも18っていう形なんで、総合的にやはりアイテム数を多くしてきてるなというイメージですね。締め切りは5日30日18時までということで、一番長いかなということですね。18時なんで、ね、ちょっと仕事終わりにこと思ったら、残業になるとちょっと大変ですけど、ローソンさんの時に言ったのと同じような感じでございましたよ、という感じでございました。ということで、なるほど。意外と今回はガラッと変えてきたイメージですね。もしかしたら、去年の方のちゃんと、見たらね、そんな変わってなかったのかもしれませんけど、うん。というような形とかがあったりするんで、まあ、まだまだこれは、やめられないな、まだまだ奥が深いな、ほうまきということでね、これからまだまだね、いっぱいありますんでね、どんどんやっていきたいと思います。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。あのね、毎回30分以内に抑えないとね、絶対これ無理なのよ。ね、分かってきてますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。こちらへございました。はあ